東京で電車乗りながら考えた100行の詩をやらせてもらおうと思います。東京タイムズ in 高松タイムズ、東京タイムズ、数えれば15からの5年の青春、当選状の犬のデケイド、何を恐れてるんだって自分を鼓舞して今日まで進んできた。桜吹雪の中死守する最前線、フロントライン、ミンフィン、メインライン、俺の人生いつだって鬼同士、分かっちゃいたって赤ウピン切っちゃってさ、涙目でカツアゲ断って厨房にボコられる小学生みたいな俺、子供の体のまま大人になりたかった女、なんかの漫画で読んだような気がした。この世に生まれてきてなりたいものがあったんじゃない、なりたくないものがあっただけなんだ。東京タイムズ、そんな思い渦巻くあれから何年が経った、壮絶な無駄を繰り返し僕たちは真実に近づいていく。合理非合理だけじゃ片付くはずもなく、誰だって人生にたった一度は広大な白紙の世界にたった一人で面と向かわなくてはならない時がある。よう、そんな肝心かな目の時にちゃんと乗っけてるかい、左肩に精霊、右肩にルシファー、戯れて黄昏てさまようこの街のアースダイバー、深く潜れアースダイバー、君が目背けたくなるような何かにこそそのスピリットを呼び覚ます声が宿っている。東京タイムズ、1000万の泣き笑いを映した日は今日もまた沈んでいく。懐かしの吉祥寺、その西調布、そのまた西富士の山は滲む、俺なぜか涙滲む、どうしてだろう。噴火口へに身を投げるよ、たった一匹のゴーゴードリ。宇宙へ最初に送り込まれたのはソビエトのライカ犬、人を食うことをやめて餓死したトラ、火に身を投げて旅人を救ったウサギ、世界で最初に飛んでみせたトビウオ、高松で最初に飛んでくれたトビウオ、キャプテンマーク任された彼や彼女を愛し、どやし、叱り叱られ、そして取り巻き支える、1万人のための100人が全国で数えれば100万人、それぞれの人生を年間に出入りする紙幣の額が100万円だったとして、少なく見積もって100億円、多く見積もれば300億を超える大きな力。人生のベクトル、日々の消費活動、それぞれのチョイスと選択、それがまさに国づくりそのものだ。今宵も流れるよ時間が東京タイムズ、圧倒的なサイズだメガシティ、人間をちっぽけなものにするには十分だ。
俺東京見つけに円の中心までやってきたのに、探しているものからどんどん遠ざかっていくようだ。欲の結晶からなる鍾乳洞、重力に逆らってそびゆる逆速の塔、この街はまるでトリックアート、上と下大と小がこんがらがってくるよ。水が上に流れた、砂漠に血の雨が降った、金が天から降ってきて、株価が跳ね上がり跳ね下がった。 In this Babylon system 天地善悪無用無用。モノウィー午後に DJ は一人開店前のブースに立った。